それではお時間になりましたので、第28回アップデート紹介とちょっぴりダイブディープする AWS の時間、ちょっぴり DD の AI、ML 編を始めていきたいと思います。進行は私、ソリューションアーキテクトの前田が行っていきます。よろしくお願いいたします。でですね、このちょっぴりダイブディープというイベントの趣旨なんですけれども、AWS のサービスってですね、年々増えていっていまして、やっぱりサービスの数も多いですし、それに加えてアップデートも多いので、まあ正直なかなかキャッチアップが大変ですよと。まあそういった皆様のお悩みをですね、少しでも解決していただくために、このイベントではですね、デモ多めで、皆様にすぐご活用いただけるようなアップデートを厳選してお伝えしていく。まあそういったカジュアルなイベントとなっております。で、あとはですね、このイベントをかなりカジュアルな雰囲気で実施していきますので、皆様、リラックスしてご参加いただけたらと思います。不明な点ですとか、あとはご質問なんかがあればですね、この GoToWebinar というツールにですね、質問は入力する欄がございますので、まあ、そちらから気楽に、チャット感覚で投げていただけたらと思います。で、その際の注意事項なんですけれども、できるだけご質問なんかはですね、イベントの中でお答えしていきたいと思っているんですけれども、どうしても時間の都合上ですね、すべてお答えすることが難しいといった可能性がございます。その場合はですね、ちょっとチャットの方に今貼らせていただくんですけれども、よいしょ。今皆様に送らせていただきましたが、こちら、ご確認いただけたらと思います。ちょっぴりダイブディープ参加の実施ブログみたいなものを紹介しておりまして、後日公開する実施ブログの中で、ご質問内容とご回答の方を掲載いたします。こちらに過去回のデモ動画なんかもございますので、ぜひそちらも合わせて、ご参照いただけるとありがたいです。はい。そしてこのイベント、ハッシュタグをご用意しております。ちょっぴり DD という、こちらのハッシュタグですね。これをつけて、ぜひ SNS などコメント、ツイートしていただけたらと思います。ぜひ一緒にイベント盛り上げていただけると嬉しいです。はい。というところで前置きはこのぐらいとさせていただきまして、本日はこのイベントをお届けするメンバーの方をご紹介させていただけたらと思います。カメラをオンにできる方は、ぜひカメラをオンにしてください。お願いいたします。今日はこういったメンバーでお伝えしていきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よいしょ。そうしましたらですね、本日のアジェンダになります。まずこのオープニングセッションの後にですね、5分間アップデートというミニセッションをお届けします。で、そしてそのミニセッションが終わりましたら、その後15分のセッションを2本お届けします。で、その後にですね、1番目のセッション、2番目のセッションでいただいたご質問にお答えする時間を QA タイムとして、設けております。で、QA の時間が終わりましたら、またセッションを2つお届けして、まあ、3、4番目のセッションの QA を行って、最後にクロージングという流れで進めていきたいと思っております。ですので、お時間としては17時半にはイベント終了する予定となっております。ちょっと長丁場にはなりますが、皆様よろしくお願いいたします。というところでミニセッションに移っていきたいと思います。5分間アップデート、ユアンさん、よろしくお願いいたします。はい。それでは、こちらで、こちらの、まあ、今月のおすすめの5分間、アップデートを紹介したいと思います。まずは、こちらのコーナーは、AWS が、まあ、1ヶ月間に大量のアップデートが、まあ、あります。その大量のアップデートからいくつかをピックアップして、5分間に凝縮してお伝えするコーナーになります。それでは、今月のアップデートを紹介していきたいと思います。そして、AWS アップデートは、まず、どこから確認できるかと、少し話しますと、こちらの、2つのところから確認することができます。まあ、特に左側のが週間 AWS というコーナーになりますが、こちらのコーナーはおすすめしています。
こちらはソリューションアーキテクトが周国とのアップデートの情報をまとめて、紹介しているので、そうですね、非常に分かりやすく、毎週のどのようなアップデートがあるかを確認することができるかなと思います。こちらぜひ、ご覧いただければと思います。右のコーナーは全部、すべての情報が集約されている、ページになりますので、そうですね。これらの両方を合わせて、アップデートの、どんなアップデートがあるかを確認いただければと思います。はい。それでは、まず、一つ目の、アップデートになりますが、こちらは、AWS、Amazon の、Linux 2023という新バージョンの、Amazon Linux Distribution がリリースされましたという、アップデートになります。こちらは、Amazon Linux は、ちょっと、去年まで、ずっと、現行バージョンになりますが、こちらの、後継バージョンになります。そして、サポートについて、Amazon Linux のサポートの、2025年の6月30日までになりますので、はい、ご注意いただければと思います。また、Amazon Linux 2との違いというと、メインのところは、セキュリティ機能は SE Linux がデフォルト有効になっています。それと、今回の、Amazon Linux 2023は、Fedora ベースになりますので、そして、結構大きいのが、パッケージの管理ツールは、YAML ではなくなりました。デフォルトのソフト、ウェアのパッケージ管理ツールは DNF になります。はい。あとは、こちらの、Amazon Linux 2023は、エンドプライスの、用の、追加パッケージも含まれているので、はい、そうですね。ぜひ、ご利用いただければと思います。そうですね。また、こちらの詳細の情報は、公式のサイトに、確認することもできるので、ぜひご覧いただければと思います。はい。そして、次に紹介したいのが、AWS のデータエクスチェンジ for、Amazon S3 が一般公開されましたという、アップデートです。こちら、まずは、データエクスチェンジはどういうものになりますか？今回のテーマにも、関連しているかと思います。データ分析や機械学習のための、元ネタとなるデータセットを、購入したりすることができるサービスですね。こちらのデータエクスチェンジは、IMDB とか、フォースクエアなど、非常に多くのサードパーティが提供するデータセットを、SE 上で介して、利用することができるサービスですね。はい、そうですね。これを利用すると、非常に手軽に、サードパーティの、データセットを利用して、自分の、機械学習のモデルを作ったりすることが可能です。はい、そうです。今回の、SE のバージョンがリリースされたので、特に、SE の、間の、コピーしたり、ストレージ料金を支払うことなく、直接 SE の、パケットに対してアクセスすることができるので、より、使いやすくなりましたので、もし興味がある方は、ぜひ、お試しいただければと思います。はい。そして、次の、アップデートについて、は、AWS のアプリケーションコンポーザーの正式リリースです。こちら、AWS のアプリケーションコンポーザーは、去年の、リエントで、プレビューリリースされている、サーバーレスアプリケーションを構築するための、ビジュアルデザイナーツールになります。このアプリケーションのコンポーザーの、を利用すると、非常に簡単に AWS 上で、サーバーレスのアプリケーションのアーキテクチャを設計したりすることができます。また設計したものを、クラウドフォーメーションと、SAM のテンプレートを作成したりすることができます。
特に、これからサーバレスを始めたいという方にとっては非常に、便利なツールかなと思います。ぜひご利用いただければと思います。また最後の一つの、アップデートは、Amazon Guard Duty RDS Protection が正式リリースされたというアップデートになります。こちらのアップデートは、Amazon Guard Duty は皆さんご存知の通りに、AWS 上の、EC2 とかの、リソース、ログをか、あの、見ながら、AWS 上のリソースに対しての脅威を検知したりするサービスになります。こちらの Guard Duty の RDS Protection は、OrolaDB に対しての、脅威があるアクセスしたり、などの、挙動を検知したりすることができるようになりましたので、ぜひご利用いただければと思います。最初利用するときは30日間の、無料期間もありますので、そうですね、お手軽に、試せればと思います。以上は今月にピックアップしたアップデートになります。